江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら掲示板からのご紹介なんですけれども、公開されたばかりの2022年、全世界 GDP ランキングを見てみようということでね、これまあ2020年まだ終わってないので、まあ現段階でなのか、まあちょっと1年トータルの予測も込みなのかよくわかりませんが、これがね、随時更新されるらしいんですよ。それで公開されたばかりの GDP ランキング、こちらの方をね、ちょっと見ていこうというコーナーでございますね。はい、それでは、ね、皆さんはね、圭谷さんどのぐらいだと思いますか？まあ、コメント欄でですね、よく見かけ、圭谷のコメントでよく見かけるのは、まあ、ベストかどうかわかんねえな。GDP がいいだけが別に取り柄じゃないからね。10位以内に入ってるっていうのね、いうコメントあるんですけど、まあ、実際にはですね、まあ、10位からあれですね、落ちてるんですよね。うん、で、まあ、この前はね、10位だったんですよ。10位に入ってたんですよ。うん、まあ、落ちてるんですけどね。はい。まあ、例えばね、まあ、今、ホットな話題で言うと、ロシアさんとどうなんだとか、あとはよくいつも競ってたね、イタリアとどうなのかとか、まあ、そこら辺のところがね、見どころになって、イタリアとはね、いつも競ってるんですよ。なので、ね、そこら辺を中心に見ていきたいと。じゃあ画像の方ね、見ていきましょう。こちらでございます。はい。まず、これが1位からかな。1位ですね。アメリカ。え ?1 位？違う。これ違う。こっからだ。はい。ですね。アメリカ、チャイナ、ジャパン、ジャーマニー、インディアという。ドイツが検討してますね。ドイツが検討してるような気がするな。はい。じゃあ次行きましょうね。これが、インドの次だから5位か。5位がイギリス。ね、フランス、イギリス検討してますね。キャナダ。ね。あ、ここでロシア出てきましたね。カナダとロシアが同じぐらいなんだね。イタリアが、これ、10位か。あ、イタリアが10位なんですね。はい、じゃあですね、次行きましょう。11位からですね。あれ？はい。はい。イラン。イラン、ブラジル、コリアリパブリック。はい。で、オーストラリア、メキシコというような順番ですかね。ケイコさん、13位ですね。イランさん、伸びてますね。まあ、ブラジルあたりはこの辺の常連ですよね。イランが伸びたのかな？まあ、イランも中東の中ではですね、まあ、技術立国、チャーリー技術立国ですからね。人口も多いですし、ね。はい、ということでね、まあね、イランさんも自国で、イランさんもというのか、あの戦闘機作れるぐらいのね、まだ飛んでないけど、確か飛んでないような気がしたんだけど、あの滑走、あれですね、あの滑走路を、あの動きはしたような気がしたんですけど、どうなんですかね。まあそういうふうなね、ちょっとまた、あの、圭谷さんには親しみやすいというか、あ、でもイランさんと仲悪いんだっけ、そういえばね。はい、まあこんな国ですけれども、イランさん検討してますね。はい、こちらに対してですね、圭谷さん13位ということで、こちらで圭谷の反応を見ていきましょう。はい、1人目、もう10位じゃなくなったのか。結構前から10位じゃないよ。他国に比べてもこれからの展望が良くなるようですね、 TT。 今年は落ちましたが、それでも我が国はすごいです。
我々よりも上位圏イランは除外の中で、我が国よりも領土が小さい国はなく、我が国よりも人口が少ないのはカナダ1カ国だけですよ。ん？カナダ抜いてからいいよ。じゃあオーストラリアの人口は我が国の半分しかないんですが。オーストラリア、ああそうだね、オーストラリアが頑張ってるってことじゃん。資源国だからね。統一されれば4位まで上がるだろうか。え、じゃあしろよ早く。イランがなんでこんなに高いんだ。搾取じゃなくて原油じゃない。カナダは去年から GDP がかなり上昇しているけど、何か理由でもあるのだろうか。オーストラリアは我が国にほぼ追いついてしまった。日本に負けないとは。言ってたね、そういえばね。イランとブラジルのような資源強国が羨ましい。南北統一というターニングポイントは必ず必要。うん、じゃあしなさいよ、うん、どうぞどうぞ。するななんて誰も言ってないからね。はい、じゃあね、チャットの反応いきましょう。そんな夢物語は聞きたくないんだよね。聞きたくないんだよ。この前まで何先進国だって言ってたじゃん。っていうか、ついさっきも先進国って言ってたじゃん。ねえ、ウリはいくつランクを上げたにかって。いや、上がってねえし。マウント大好きウリなら2だ。借金地獄じゃんの、ないない、わら。はい、でね、日本人で GDP 記念収支を見たことない。まあそうだね。まあ日本人と、まあ、比較するなんてもう千年早いよ。20位内に入ったらおめでとう、かっこ笑い。ポスコが台風で行っちゃったから、さらに悪くなりそう。そう、そうだ、渓谷さんの先進国の認識と我々の先進国の認識が違うんですよ。我々の場合だと、ほら、どちらかというと、まあ G7 とかね、まあそこら辺が、こう、先進国なのかなっていうふうになるじゃないですか。渓谷さんとかの場合だと、G20 の方なんですよね。だからあいつら先進国先進国言うんですよ、自分たちは。だまあね、そこをね、考慮してね、まあ言ってるんでしょうな。あ、はい。イタリアは何位でも、月渓谷は何位でも嫌い。GDP なんて結果だろ、目指すもんじゃないよね。日本3位が少し意外。え、嘘、もうずっと3位だぜ。まあこれがね、まあ例えばね、インドとかがね、まあ人口がめちゃくちゃ多いんでね、まあちょっといろいろインドの国内の話をあんまりね、するとちょっとえげつない話になっちゃうんで言いませんけれども、インドがね、まあこれからどんだけ伸びていくかってことですよね。ドイツは EU 中の富を引っ張ってきてるからな、わら。お、イタリア来ましたね、ワットどうかな。はい、金融緩和してるのに上がらないのは財務のせい。え、イランって制裁中じゃなかったっけ。それよりも下なの。そうだよね、イラン制裁中でこのランクってことはさ、制裁解除されたらすげえんだろうな。まあでもイランって昔アメリカと仲良かったことは、仲良かった時はすごいなんか垢抜けた感じだったらしいからね。あのファッションとかもさ、今じゃもうめっきりだけど、だから制裁解除されたらすげえ弾けるんだろうね。すげえ、エジャン出生率より高いウニの経済、わらわら。イランは今でも F14 を運用できる国だからね。あれ、あれあれ、おかしいぞ、イルブンを追い越したって言っていたどこかの国が日本の上にいないよ、おかしいな。渓谷さんは13位以外に高いな。いいな、もうすぐ2位になるんでしょ、いいな。いや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 、日本のこと。まあ日本2位はどうなんだろうね。はい、統一したらどうだろうよ。いや、ほら、面積あたりじゃないからあれじゃないの、これ単なる積み上げの額だから、まあちょっとは上がるかもしれないね。なんだっけ、北は、あ、北の方が資源あるんだよね。そういえばアルミニウムとか鉄鉱石とかあるよね。多少ね。お前らが金返せばイランはもっと上だったかもな。資源あっても売れないと意味ないんだけどね。Cの属国になってみれば日本の上に行けるぞ。ドイツもベトナムも統一できたのに、売りならは無理じゃね。
毎回思うんだけど、北と併合してなぜ渓谷側が主権を取れると思えるのか不思議。わら。渓谷、先進国の基準がどこかずれてるようですね。まあずれてるっていうか、まあそれはまあねえ、ご本人が決めることだから別にあれだけどさ、でもね、私たちの感覚で見ちゃうと、はぁ、何先進国とか言ってんの、先進国するずらするんじゃねえよとかって思うけど、あいつらは G20 なんだなってあっていう。EU の金がドイツに集まってる、だから金持ってる方の英国が抜けるのを嫌ってた。やはりヒロシがパーティーにいないとさ、バランス悪いよね。はい、ということでね、それではですね、これで、これなんだね、このボロボロの状態で13位って考えると世界各国の状況が心配になるわ。はい、それではね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。